木村拓也、長澤まさみと2度目のバリ派、最高、豪華俳優陣が集結、マスカレード・ナイト、映画、マスカレード・ナイトの完成披露試写会が7日、都内にて開催され、主演を務める木村拓也、ヒロインを務める長澤まさみをはじめ、中村アン、石黒悟る、沢村一樹、勝村正信、木村吉野、大きかなめ、 麻布久美子、高岡崎、博多花丸、石橋亮、渡辺厚郎、鈴木正幸監督が登壇。木村と長沢が最強演となった互いについて語った。ベネチアンマスクを着用し優雅に登場した出演者たちが揃うと、一斉にキャノン砲を噴射し会場を沸かせた。主演を務める木村は、 今日はこの状況下の中を集まりいただきまして本当にありがとうございます。木村拓也ベスト挨拶。映画を撮るという作業をやっていてもそうなんですけど、たくさんのお客さんを目の前にするとお会いすることが減っている中を愛できることが本当に嬉しいですと有観客での開催となったことに喜びの表情を浮かべた。前作、マスカレードホテルぶりの共演となった長沢について、 最高っすよと満足げに告げると、長沢も、私も最高ですと息ぴったりに返答。その真意について木村は、前作の方が色々お話しさせていただいたんですけど、今回は状況が状況だったので相手を感じながらやってくださる方だなというふうに思いました。相変わらず最高と言葉を多く交わさずとも、長沢との相性は抜群であると語った。さらに長沢も、 恐縮ですと返しつつ、木村さんは座長としての信頼感と安心感が200%ありますから、わら、もっとかもしれません。誰が来ても受け止めてくれる気の大きい方と木村を絶賛。一緒に仕事ができて刺激になりますし、すごく楽しくお芝居しているなと実感していますと撮影を振り返った。続けて沢村も、木村君は座長としてというか一緒にいて、ものすごい刺激をもらえるんですよね。 充実した時間を過ごさせてもらいました。ありがとうございますと木村に感謝した。遠野敬語作品の中でも屈指の人気を誇るマスカレードシリーズ。2019年にはシリーズ第作目を原作とした映画マスカレードホテルが公開され46.46 46円のヒットを記録した。そしてその続編となるマスカレードナイトが2年の時を経て映画化。前作に引き続き 主人公の警視庁捜査一家の破天荒な刑事、新田康介を木村。ホテル、コルテシア東京の優秀だが、いささか真面目すぎるホテルマン、山岸直美を長沢が演じる。刑事として、犯人逮捕を第一優先に掲げ、利用客の仮面を剥がそうとするにったと、ホテルマンとして、お客様が第一優先のポリシーから、利用客の 仮面を守ろうとする山岸の水と油とも言える異色のタッグがスクリーンに帰ってくる。今作の舞台は、大晦日のホテルコルテシア東京。警視庁に未解決殺人事件の犯人が大晦日に行われるカウントダウン仮装パーティー、マスカレード・ナイトの会場に現れるという密告状が届いたことで、再び新たがホテルマンに紛死潜入捜査をすることに、 パーティー開始時間まで残りわずか。犯人がパーティーに現れるという手がかりしかない中、仮面をかずった参加者、容疑者500人を相手に、ニッタ山岸の最強バディが犯人逮捕へと奔走する。